岡さん、はいはい、発見ありがとうございます。ありがとうございます。バイロン、元気があれば何でもできる。元気があれば宅地建物取引試験だって合格できちゃうんだぜ。でも噂がなんか俺疑惑があるって話だよ。勝ったんじゃないかって。バカやろ、買えるんだったら俺も買いたいよ。いくら積んだんですか。積まねえよ、積んでねえよ。積みたくなるくらいの苦労はしなきゃダメかもしれない。結局何回受けたんですか。一応ね、受けたのは4回受けたんだよ。で、俺たちの年齢からってなかなかさ、ちょっとハードル良さそうなやつを選んだね。話何個なら良いの。いや、ダメです。そっから喋らせてよ。いや、勝ったか勝ってないかはちょっと今強行とかあるんですか。最近卓球で言われちゃうと、これ持ってきてさ、おすすめすることにしてんだよ。これ問題集ね。これちゃんと受験で番号もちゃんとこれ。この折れ具合とかめっちゃ勉強してる人の。やりましたよ、この。見てください、これ。権利関係、宅建業法、法令税。この年からで勉強者取れるってことですね。取れたコツっていうのはあるんですか。運だな。なわけねえだろ。ちゃんとやったぞ。今、ね、この時とかね、すごかったの。本当に、うん。あ、嘘がないから、僕の中でね、